今が旬のこの大人タイトスタイル寝癖から1分でできます。こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい、ということで始まりました。美咲の部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日は、はい、今日もです。今日もか、はい、はい、寝癖からできる大人のシュシュアレンジです。おお、大人のね、はい、なるほど、なるほど。またね、寝癖から作るっていうのがまたポイントでね、はい、やっぱり寒くなってきてね、はい、やっぱ朝起きるのが苦手な方も結構多いと思うんですよね。洗面台も寒いですもんね。寒いですね。でもそれでもパパッとできて、はい、あんまり寒いところいなくてもできるっていうアレンジになってますので、ね、今の季節にぴったりかなと思います。ポイントはまた3つあるんですけど、うん、はい、まずスタイリング剤をしっかりとつける、うん、保湿します。しっかりと溶かす、はい、そして結ぶ位置を高すぎず低すぎず耳後ろあたりでまとめてあげる、この3つを意識してやっていただくと大人な綺麗なシュシュアレンジができます。なるほどね、はい、だからシュシュを使うってなるとちょっとね、こう、はい、かわいらしいイメージもあるんですけどね、はい、ちょっと大人っぽい感じで今日仕上がりますので、はい、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。全然わからない。今日使うのはオイル、ミルク、ブラシ、そしてシュシュです。スタイリング剤のオイルとミルクをワンプッシュずつ出して手のひらで伸ばしていきます。そして内側から毛先、表面と伸ばしていきます。乾燥の季節なのでしっかりと保湿してあげてください。つけたらブラシで溶かしていきます。溶かすことによって全体にスタイリング剤が均等に伸びてくれます。後ろでまとめる前にもしっかりと溶かしていきます。この時に分け目が分かれないように後ろ向きに溶かしていきます。そのまま全体の髪の毛をまとめていきます。表面がタイトになるとツヤ感も出ていい感じにまとまります。まとめる高さはだいたい耳下くらいの高さでまとめていきます。毛先の部分を2つに折り込んでお団子状にまとめます。上からシュシュをつけていきます。この時にお団子が崩れないように気をつけながらつけてください。つけたらシュシュの形を整えていきます。シュシュの形を整えるときは鏡を見ながら首をこう横に振りながら整えてあげると簡単です。今日はタイトな感じで大人っぽく決めていきたいので、ここの3箇所を少しわしづかみするようにボリュームを出して整えていきます。真ん中とサイドと反対側も少しほんのりボリュームが出るだけで大丈夫です。こんな感じで綺麗にツヤっぽくできたら完成です。はい、ということで、はい、美咲さんできましたね。シュシュアレンジできました。結構海外で流行ってるよね。そうですね、シュシュが結構流行ってるので、うん、今日はちょっと使ってみたいなと思ってやってみました。だからね、まあ、はい、ちょっと言ったんですけど、シュシュってちょっと可愛らしいイメージあるけど、で今回のっていうのはね、ちょっとタイトめに作る、はい、まあ、そういうことによってちょっと大人っぽく見える。で特にねシュシュがやっぱ今ってボリュームが結構大きいの で、うん、で髪の毛をねこう引き出したりとかボリュームを出しすぎるとちょっとね頭大きく見えるので、はい、あえて髪型はちっちゃくタイトに見せてシュシュでボリューム感を出す、この方がね何だ、あ、なるほど。この方がね、やっぱりこう今の旬のヘアスタイルになるかなと思いますので、シュシュアレンジを挑戦してみたい方ぜひ参考にしてみてください。はい、大変ありがとうございます。はい。と
ということで、はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。シュシュ、これはどうなっちゃうの。